川は紅の弥勒。お望み通りお相手して差し上げましょう。私はあなたのために、よっしゃ、やってやるか。
うちも頑張らせてもらうで。行くで。やったで。これ式で勝ったと思っているのか。全然効かないわよ。これで終わったと思うな。それじゃ行きますわよ。勝利のポーズ決め。スミレ、何ですの？お前さん、なかなかやるじゃん。あなたもね。まあ、私には劣りますけど。けっ、一緒言ってろバカ。そういえばスミレ、おめえ、雲に噛まれたんじゃなかったか？すっかり忘れていましたわ。早く帰って治療しないと。雲の毒が。あら、そういえばカンナさん、確かあなたも蛇に噛まれたのではなくて。ああ、すっかり忘れてた。もうダメだ、エビの毒が。任しとき、うちこんなこともあろうかと毒の検知器持ってきたんや。コーランって、なんでそんなものをいつも都合よく持ってるのかしら。検知器を傷口に当てて、あとは反応を待つだけや。二人とも安心しや。毒蛇毒蜘蛛の心配はないで。何の反応もあらへん。そうでしょうとも。この神崎すみれ様が雲ごときにやられるはずがありませんわ。くそー、そうと知ってりゃもっと大暴れしてやったのに。しなきゃ。はあ、大丈夫、大丈夫ですか。放っておけばよろしいですわ。それより私が勝利に手厚いお手当てを。おめえじゃ治るものも治らねえよ。あら、そのお言葉そっくりお返しいたしますわ。ブスに手当てされたら、あははは、吐いちゃいますもの。なんだとこら。なんですの。ああ、いつものスミレとカンナに戻っちゃった。仕方ないわね。でも仲がいいほど喧嘩するとも言うし。実はああ見えて二人とも結構気が合うのかもしれへんな。クロノス海も撃退したし、めでたしめでたしですね。もうすぐ始まる愚か者の宴が。
見つけた。大神くん、敵の真の狙いが分かったわ。クロノスカイはテイトに魔術をかけようとしているのよ。奴らにこのテイトは渡さない。次回桜大戦、テイト大崩壊、大正桜にロマンの嵐。頑張ってね、大神くん。